その誰が必要な公務員で、誰が必要じゃない公務員かの仕分けをしなきゃいけないと思うんですね、でその公務員仕分けをそのクローズの PT でやってるとです、ね、これも必要、あれも必要というふうになっていくと、あともう一つ考えなければいけないのは、給与との見合いで見なければいけませんねと、自分の意思で近くに住めということが可能であれば、それはそれでいいわけですから。 ですからそのクローズの PT で財務省シナリオの仕分けをするんじゃなくて、公務員、必要な、真に必要な公務員とは何か、誰かという仕分けをする必要があるんだと思いいますはいはい、じゃあ、岡島君。遠山先生の,そのタクシーチケットのことで、私も今気になっているんですが、うん、あのこれは遠山先生のおっしゃるとおりにすべきだと思いますが、タクシーチケットでいうとです、ね、まあ、私なんか昔、会社にいた頃は、 あのタクシーチケットっていうのは、誰がいつどこで何のためにどこかどこに何時何分乗ったと、これ、記入して書くわけですね、僕なんかのいただくところはですねでか、かなり裏書きもしちゃいけない、大変な作業ですけれども、厳密にやります、えー、国の場合ですね、国というか、役所の場合、その必要性があるなら使うのは僕は構わないと思いますよ、必要なら。しししか誰ががいいつどどどここで何のたためにどうしてどううててやって使っ使ということが 明らかになるようなチケットの付け方をしているのかっていうのはこれは実はあの昔から関心があるところで、まあこのことについては役所各省庁ですねどういうチケットをどういう風うに使っているのかっていうのをです、ね、ちょっと実,実物を見せていただきたいと思います。これねいやこれ大事なんですよね。これ使い切りで渡すですね民間の自分で買っているような空母みたいなチケットだとか。 ただ料金を書いて渡すんだったら、これ、いつどこで誰かと全く分からないんですよね、まあ、細かいことですけど、実はこれ、かなり大事なことかもしれないので、そういったことも含めたえ調査なり資料をお願いしたいと思います、以上です、はい、それではよろしいですか。はい、それでは最後に、原子力関連予算の独立行政法人および公益法人への支出についてのテーマ、ご意見あればいただきたい。はい、それでは平智 あの先ほどもあの特別に原子力政策に関する小委員会の設置を議論いただきたい、うん、ということを申し上げましたがあの、決算の行政監視でありますから、当然、領収書が正しく使われたか、それから、独法への天下り等、その結果を論じるという議論ですが、原子力政策に関しては、決算による行政監視がなかったがゆえに、政策が延々と間違えた方向へ進み続けた、これは大きなあの政策の問題で。 決算が今後の予算に影響を大きく与えなければならないテーマだというふうに思います。それで、先ほど申し上げられなかった点は、この文科省の方もおっしゃってそれは軽水炉の話でしょうというふうな発言がありましたが、私はそれは失言だと思います。高速増殖炉があああるるるおかげで現在日本中にに54基のプールに置いてある使用済み燃料は 燃料だといいううふうに解釈しているわけです高速増殖炉があるからです、いずれ燃料に作り替えると言っている、しかし、高速増殖炉がなくなった瞬間に、それは瞬間的にゴミになるわけです、どこかに処分しなければならない、これが大きな政策転換を意味します、そしてもう一つ重大なことは、これは決算行政監視から発言することによってです、ね、先ほど木村委員もおっしゃったように、そこの54基に置いてある燃料を誰もその場所で処分することを求めませんから、これは普天間が、 日本中に54個あるのと同じなんです地域の人は最低でも県外とから、これはそこに場所に置けないということを前提に、どういうふうに日本の中で処置していくかということを考えなきゃならない重大な問題だということを、決算行政のサイドから言っていかねばならないというふうに思います、はい、河野太郎君。 あのこの原子力政策に関して言えばです、ね、やはり間違った政策を延々と続けてきて、間違ったと言えなかった、あるいはあの、木村太郎委員からも指摘がありましたように、2028年までに最終処分場を見つけて、2045年には青森県から撤去しますという約束をしてますけれども、もうほぼそれは不可能になってきている、不可能になっているのに、それを認めずに政策変更をしてこないというのが、これまでたびたびあったのがこの分野でございますので、 やはりあの行政監視という面から、もはやこれまでの間違いを繰り返すことはできないということをきちんと立法府から言っていかなければならないと思いますので、やり方については委員長ほか理事会にお任せをいたしますが、この問題はやはり3月11日の事故もありましたので、この決算行政監視委員会できちんとした、えー、アクションを取る必要があると思います、はい他にございますか。 はい、村井君あの政府の方でもこの来年夏までに今後の原子力政策について見直しをかけるということで推進派の方も、えー、脱原発の方々も両方専門家を集めて今、会議をしているというふうに聞いていますで、その結論が来年夏以降どうなるかというところも見ておかなければならないというふうに思います。あの 我々だけで決めるというんじゃなくて、本当に推進側も脱原発側も、両方ある程度の科学知識の持った方々も含めて、きちんと議論をして、何はできそうで、何はだめで,で、どこは投資してもよくて、どこはだめというのも、もっと細かく方向性が出るのを、ある程度待った方がいいんじゃないかなというふうにも思っています、はい、他にございますか。 それでは、これ、今までの話も含めて、総括的にですねこの司法委員会でえ討議を初めてさせていただきましたが、皆さんからご意見を頂戴したいと思います。まず、平良正輝君。えっとまず1点はです、ねあの、事業仕分け、国会で始めたのは2008年の秋に、自民党が事業仕分けを党内でやりました。 その後民主党政権になって行政刷新ということで事業仕分けをしました、で今回、初めて国会で事業仕分けをやったんですが、結局はです、ね、最初の自民党のときに指摘をされて、民主党政権になって指摘をされてで、今回の国会でまた同じことを指摘をされているということで、でここで,です、ね、ブレイクスルーしないと、国会議員、何やってんだという話にもなるんだと思います。でやはり今一番注目をされているのは 我々がこれからまとめる勧告がどうその実効性があるのかと担保されるのか。と 引き続きしっかり監視するのかという視点だと思いますので、そこはぜひ、委員の皆さんにこれも3度目の正直ということになりますので、共有をしていただきたいなと思います。2点目は、きのうも文科省でちょっとお話をしましたが、この、こういう仕事に携わって、政府の独立行政法人に行くと、建物がめちゃくちゃ立派で、テニスコートがあったりですね、オブジェがあったりっていうのが、もう随所に見られていて、 最初のイニシャルコスト、誰が見てんだと、最初に作るときの土地、建物、設備、アートのオブジェ、これなんか誰も見てないような気がしますので、これはあのまあ今後、議論ですけれども、横串で,ですねちょっとちゃんとイニシャルコストを誰が見てるのか、当然、主教局なんだと思うんですが、それをチェック機能をしっかりやってもらうということ、あと最後、3点目、やっぱり資料がちゃんと出てこないし、やっぱり誠実に答弁をしていただけないと。 あの昨日あのそろばんのやつあの、オブジェいくらすんのって言って、朝一で聞いて、委員会中にくださいと言って、まあ、分かったような顔して帰りましたけれども、今日の今のこの時点に至るまで、うんともすんとも言ってこない、あるのかないのか、調べてるのかで、こういうのはね、さすがにね、河野さんじゃなくたって怒りますよ。ということで、まあ、しっかりね、資料を出していただきたいということの3点でございます。はい えー、それでは、あ品武君あの感想をめいた発言になりますけれども、本当に今回、えー、初めての試み、憲政史上初の試みで、この仕分けをやって、えー、与野党で、えー、いい議論ができるだろうかという不安もありましたけれども、私は本当に、えー、皆さん、えー、建設的な議論、そしてあの結論もです、ね、方向性がほとんど4つの事業、変わらない。 いうことで,です、ね、この試みは私は大成功だったのではないかなと思ってます、これをやっぱり定期的にやっていきたいし、できればですね、各委員会でもです、ね、小委員会を作ってです、ね、所管の事業について、あのこういう場を設けたら、あの国会が仕事をしているということが、すごくよく伝わると思いますあの、いろんな委員会で私も質疑をしましたけれども、 本当に今回の委員会ほど充実した質疑ができたことはなかったのではないかなということで、感想まででございますはい、えー、熊谷貞俊君。私はあの今国会初めて、この決算委員会の委員になりましてですね、あのまあ、不慣れなんでございますが、またさらにはこの小委員会の委員になりました。あのちょっと教えていいたただきたいのはですね えー、この委員会、小委員会に上がってくる仕分けの対象事業ですね、これをどうやって、どういう基準で選ばれたのかなと、えー、もちろんずっと従来から決算委員会等で議論のあるところを、問題点のところを選ばれたのかなとは思うんですが、要するにね、これ選ばれたら、ですねこの小委員会としてはなんかクレームつけないといけない、まあ、これは前提としてですね、まあ、これ選ばれた以上は、 なんだかの、えー、要求事項が出るだろうと、まあこれはもう前提になるわけですよね、だからその積極的、あるいはポジティブな意見なんていうのは、これは到底言えないような状況になるわけです、それ,それちょっとその辺教えてください、それちょっと教えていただきますかいや、ちょっと待って、だから、そういう意見があれば、またそれに対して意見を言ってもらっていいんじゃないですか、小委員会同士の話っていうのは、そういうことですから。はいあのう 結構でございます、はい、だとすると、今のご意見にお話ししたい方いらっしゃいますか。よろしいですか、あの少なくとも言えることは、今回のテーマを定めるにあたっては、5000以上ある政府が出した行政事業レビューシート、このレビューシートの提出を待って、その5000枚の中から各党がテーマを絞り込んでいただきました。 そして仕分けの対象として何がふさわしいかというような知見のある方の参考意見も踏まえて作業をした上えで各党のですねあの代表の理事の方々に絞り込んでいただきそれが10程度の事業になりましたそれを最後さらに各党間でですねこの絞り込みを行ってこの4つに収めたとでそれはなぜ4つかというとまず1テーマを90分程度の審査にしましょうと。 そうすると、国会の日程、委員会をどのぐらい開催できる,できるかというようなことで、外形的なところからです、ね、まず今回はあの1日か2日だろうということで、えー、それを丸々1日、えーあの、午前、朝から夕方までやれば、これはあのなかなかですねする、いずれも重たいことですから、あの半日ずつ、半日2テーマで2日間で4テーマと、まあ、こういう形であの、テーマ数というのは今後もたくさん出てきます。 ですからそのテーマに必要なテーマが決められればそれの分の委員会を開催すればいいということであってそこは我々でみんなで決めるしかないとこういうことでございます。はい河野太郎君。あの本当に委員長それから、えー、理事の皆さんありがとうございました、えー、非常に良かったと思います。あの予算委員会のようなスキャンダルがあ出てくるわけでもありませんし。 1>, あの1人の人間が1時間なら1時間、1人で質疑して、あとは聞いてるだけというのとは違った、非常に効率的のいいやり方だったと思います。あのぜひ、えー、週に1回ぐらいです、ねえー、この事業仕分けをきちっとやれれば、我が国の予算ももうちょっと、あのー、制御できると思いますし、えー、この人数を半分にして、小委員会の中を2つの分科会にしてもいいのかなというぐらいだと思います。 それからあの、ま、陰部、大変かもしれませんが、ごめんなさい、あとあの、先ほどのハンの提案のように、各委員会に本来なら決算委員会を作ってです、ね、そこが各省の予算を全部見るというぐらいのことも必要でしょうしあの、予算もですね、実は予算委員会でほとんど予算の、その一般会計の80兆円ですら、予算委員会では審議しきれてないんですね。 あのそういうことを考えると、予算委員会は大枠を議論して、確証の予算は確証の中に予算の小委員会を作って、えー、一つずつやるとかですね、やっぱりそういう少し、の今の予算委員会の在り方がいいのかというようなことについて、えーまあ、これは政府に対する勧告ではありませんが、 何らかの問題提起を委員会なり、委員長からするというようなことも、理事会でご議論をいただきたいと思います、はい、村井宗明君、はいあの。4つ全部のことで言えることだと思うんですが、独法とか天下り法人を見るにあたって、一般的にわれわれ決算行政監視をするときに、国からまず天下り法人に渡す、ここだけを見るんです。とこころが本当に問題なのはこのは独法から さらに先の発注でもう一段階、天下り法人などにどんどん発注をしているケースが多いんですでそこはなかなか見えないんですが例えば、この間昨日のスパコンの話でも87億円がそうだったというのが明らかなように実は、独法の中からの発注で中で本当にちゃんと競争的な入札や調達をやっているのかというのを見ればこの運営費交付金自身を減らせるのでもっともっと歳出削減ができる。 だけどそこまで細かく今までは見てなかったとっいうことはあの問題視しなければならないというふうふに思っています。